UEFA 欧州選手権1980は欧州サッカー連盟の主催で1980年に開催された第6回目の欧州選手権である。今大会から開催国と予選を勝ち抜いた7カ国の合計8カ国を集めて決勝大会に参加する大会へと規模が拡大された。最終トーナメントはまず8カ国を2つのグループに振り分け、 それぞれのグループリーグの1位通過国が決勝戦へ、2位通過国が3位決定戦へと進出した。今大会では準決勝戦は行われなかった。今大会は一般監修とテレビ視聴者から支持を得ることができなかった。地元監修はイタリアの試合以外には関心が薄く、また多くの国々が採用した守備的な戦術は退屈な試合の横行につながった。 また、グループリーグのイングランド対ベルギー戦において、フーリガンの暴動が発生し、機動隊が催涙ガスによる鎮圧を行ったため、試合開始が遅れるトラブルも発生した。明るい話題は、カール・ハインツルン・メニゲやベルント・シュスターらの新しいスター選手を要した、西ドイツとエリック・ゲレツや、ヤンクー・レマンスらを要した、ダークホースのベルギーの活躍のみであった。両者の間で、 決勝戦が行われ、西ドイツが2度目のヨーロッパ王者となった。詳細は UEFA 欧州選手権1984戦を参照予選は31カ国を7つのグループに分けて、それぞれホームアウェイ方式の総当たり戦を行い、勝利には勝ち点2、引き分けには勝ち点1、敗北には勝ち点0が与えられた。 各組の1位が本大会への出場権を獲得した。UEFA 欧州選手権1980。出場国本大会には、開催国であるイタリア、および予選を通過した7カ国が出場した。出場国は次の通り。チーム1 v チーム2、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 チーム 1V、チーム2、チーム 1V、チーム2、 チーム 1V、チーム2、チーム 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 1V、チーム2、チーム2、1V、チーム2、3得点に得点6分、アントニーン・パネンカ。ありがとうございます。